最小期は、第二次世界大戦前、戦中に活動した、舞踏家。戦後北朝鮮へ渡る。兄は、作家最小一、夫は北朝鮮文化小次官を務めた、政治家の安清、娘は同じく舞踏家の安清姫。朝鮮の古典舞踊に着想した、モダンダンス石井清のもとで現代舞踊を学んだ、形状で、両藩の家に生まれる。幼少期にカウンが傾き、 ご飯もまともに食べることができないまま学校に通った。幼い頃に踊りの才能を認められ、ソウル公園に来ていたモダンダンスの石井清に支持し、1926年に内地に渡った。後に独自のスタイルを築き、日本はもとよりヨーロッパ、アメリカでも好評を博した。化粧品や百貨店の広告にモデルとして採用され、 雑誌の企画で日本を代表する美人の一人に選ばれるなど、当初の代表的なファッションリーダーであった。ピカソや、ジャンコク島、川端やスナリ島多くの文化人にも支持された。1935年に独立して、最小規模用研究所を設立、夫がマネージャーを務めた。百三十六年には太平レコード、満州国のキリンレコード、日本のコロンビアレコードから、 イタリアの庭というアルバムを出している。戦時中は日本人としてシナ戦線の日本軍へ慰問団の一員として慰問活動などを行っていた。戦後は夫と共に北朝鮮に移り舞踊研究所を設立する。1951年、周恩来の指示で北京に舞踊訓練班を設立し多くの生徒を指導する。しかし1967年、 ブルジョア及び修正主義文史都市粛清され、同年以降夫のアンキヨシ、娘のアンキヨシ姫と共に消息不明となった。ところが2003年2月9日に、1969年に亡くなったこと、遺体が愛国列資料に葬られ、母妃に舞踊家同盟中央委員会委員長、人民俳優と刻まれていることが公式筋より公表され、人民俳優として、 名誉回復されたことが明らかとなった。しかし、失脚理由や死因は公式発表されておらず、公式発表の没年月日ですら正確なものなのか、どうか、未だに疑問が持たれている。2008年4月29日に、韓国の市民団体民族問題研究所、並びにその参加の新日人名、辞典編さ委員会より発表された、新日人名辞典の第二回リストに、 名前が掲載されており、彼らによって新日派であると認定されている。韓国左派の基準で明白な新日舞踊家とされる際が北朝鮮に渡って20年以上も活躍していたため、北朝鮮が戦後に新日をすべて処罰したとの主張は幻想だと指摘されている。1956年の8月宗派事件の時に反対派が近日清早初期に向かって、 洞窟の中の人民が、上と病魔に苦しむ経済の現実に加えて、新日派徴用を批判したという記録や日本、統治時代の技術者を独立運動会場に優遇したという証言も記録されている。そのため、朝鮮日報は、韓国内の北朝鮮政権支持者の信じる、新日派を徹底的に排除したのは嘘と指摘している。1936年、 台湾新報、ありがとうございます。